ちは、上智大学サッカー部3年理工学部所属中田匠と申します。今回は理工学部の後輩、可愛い後輩に集まってもらいました。今回のインタビューに台本は一切ございませんので、このところよろしくお願いいたします。では早速自己紹介をしていってもらいましょう。室内理工学科1年小宮吉です。今も創造理工学科1年三谷修です。情報理工学科1年の川さんです。物質名理工学科2年の川です。上智大学理工学部には学科が3つありまして、物質生命理工学科、機能創造理工学科、そして情報理工学科がありまして、各学科にそれぞれ1人ずつ、人がいるっていうのは結構珍しいかなって思ってます。では早速インタビューに入っていきます。ではまず上智大学のいいところについて、ではじゃあまず、2年過ごしてきた高田君お願いします。上智大学のいいところは、国際色豊かで、メインストリートを歩けば外国人がたくさん出会えて、外人の女の子をナンパできるところです。わかりました。では次は1年生に聞いていきたいと思います。高校と比べて大学はどんな感じか、勉強などについて教えていただきたいです。じゃあ若松君。自分があんま勉強できてないんですけど、高校の時よりは楽だなと思います。頭がよろしいんでしょうね。それは。じゃあ実際に勉強は楽かどうか、三谷くん。実際ですね、あんまり楽ではないんですね、これは。テストとかって、高校の時はテスト勉強を2週間前ぐらいからやると思うんですけど、大学に入るとあんまりそう前々からやるっていうことはないので、1、2預けとかになって、大変な生活を送ることになってしまうのかなと思います。しかも各学科、毎週レポートとかもあるから余計に大変だよ。じゃあどんどん進めていきます。じゃあ各学科でやってることをそれぞれ、じゃあ1年生の3人、ちょうど3人いるんで、大体でいいからその分野、3分野あると思うけど、その3分野の説明と、簡単にでいい。じゃあ小宮君からお願いします。物質生命理工学科では、物質生命と言いますけど、化学、生物、物理、幅広く知識を身につけるという、特殊な学科といいますか、そんな感じでやってます。で、ここ3号館が新しくなって、実験室が新しくなって、で、ザリガニの解剖とか、いろいろ実験をやっていて、すごく楽しいですけど、レポートは大変です。レポートっていうのは実際どのぐらい？1年生の間は、7、8枚手書きなので、そこがきついですね。授業中にやることが僕は多いですね。ありがとうございます。では次、みなくん。機能創造理工学科なんですけど、機能創造理工学科って言ってあんまりわからないと思うんですね。で、機能創造理工学科は3年生の時に3つに分かれます。機械と電気電子とあと物理と分かれるんですけど、何が大変かなって言うと、それに行くためになんか GPA っていうのを取らなきゃいけないんですよ。だから大学でもしっかり2年生まで勉強は頑張らないと、自分の思ったところに行けないっていう大変さがあります。以上です。確かにね、俺は最初でつまずいたから無理だったけど、1年生にはまだまだあるから頑張ってほしいかな。そうですね。じゃあ最後、岡松さんお願いします。情報理工学科では、情報っていうだけあって、パソコンとかの授業は結構多いです。で、そのパソコンだけじゃなくて、例えば人間 その情報伝達とか、その生物的なところとかもあったりして、ちょっと面白いかなってはあります。あと他の学科に比べて、
楽です。圧倒的に楽です。以上です。羨ましいです。情報理工学科はレポートとかは特には全然ないです。後期は1枚も出してないです。いいな。普通にない。あんまりない、本当に。あんまりない。じゃあ、次。サッカーについて話題を切り替えていきます。上智大学サッカー部の魅力を含めてお願いいたします。上智大学サッカー部の魅力は、まずコーチがいないことですね。コーチが、まあほとんどの大学コーチがいると思うんですけど、コーチがいないことによって、まあその威圧感だったり、まあ、そういうものを全く感じずに伸び伸びと一人一人プレーできるところが、まあ、この部活の魅力だと思います。コミは実際 GM とか入ってコーチの役割も少しは似合ってるかなと思うんですけど、いやでもまだ1年生なんで、まあ、楽しくサッカーさせていただいている状況ですね。ありがとうございます。じゃあ四ツ谷でおすすめしたいお店、これは一人一点行っていきましょう。じゃあ、田中君。新道通りっていう上智大学から徒歩 2,3 分のところにあるとんかつ武田っていう店がめちゃくちゃうまいんで、ぜひ上智大学に入ったら食べに行ってみてください。次、はい、いいですか。いいよ。上智大学のそのホフマンホールっていう部室がある、ところがあるんですけど、そこの4階にあるハラルっていうカレー屋さんが結構みんなのたまり場になってて美味しいです。以上です。あと僕は四ツ谷三丁目っていうなんかちょっと違う駅で徒歩15分ぐらいなんですけど、なんか富吉っていう、麺屋富吉っていう美味しいラーメン屋さんなんですけど、なんかテレビ番組と結構出てて、担々麺がめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ行ってみてください。まあ、僕は、上智大学から徒歩25分にあるエボイ接骨院というところがですね、すごい畳の下を覚えてるお兄さんが僕体についてとことん教えてくれるんで、まあ、そこは行きつけのお店ですね。ありがとうございます。では、来シーズン期待されている選手たちが集まっている理工学部でした。以上です。ありがとうございました。 One way or another I'm gonna find ya, I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another I'm gonna win ya, I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another I'm gonna see ya, I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day